楽天ポイントプラス一倍つきますよっていうのがアナウンスされた楽天光についてご説明したい、ご説明というかまとめたのでお話ししたいなと思います。まずですね、楽天光の加入で SPU ポイント、楽天ポイントが一倍 つきますよっていうのが4月に発の4月からなれるよってことが発表されました。まあ、それを見てですね、まあ一体どんなサービスなのかなっていうのかとかですね、早い、スピードが速いのかなとか、あと値段はどうなんだろうとか、入った方がいいのかなとか、ちょっといろんな疑問点が出てきたので、まあそれを解決すべくあの説明していきたいなと思います。これですね、楽天ポイント SPU、これね、ポイント1倍、まあどれぐらいの価値を持つかっていうと、大体ね、月50万ぐらい仕入れする人から取ると、まあプラス1%。だから5000円ぐらい変わるんですね。だもし5000円 でそのね光の値段が払えるんだったら結構お得かなと思いますけどねでサービスの特徴ってこの大きく分けて4つ書かれてました、えー、楽天光はまあ基本的にはフレッツ光回線と楽,楽天ブロードバンドをお得な高速インターネットですとでまずですねここの楽天市場でのお買い物がポイント1倍ですよってところのまあ最初の解説からですねこれ,これリンクたどっていくと4月1日から 以下が変更とないですと。楽天モバイルが大体今までポイントにプラス2倍だったんですね。だから25万、25万円ぐらい背取りして、でで5000円ぐらい戻ってきたって感じなんで、まあまあまあすぐね、これあの上限金額超えるんで、まあいまいち使いづらいなと思ってたんですけど、まあそれがポイントプラス1倍になったと。なので50万までいけるんで、いやむしろあの普通の人にとってはもうその25万なんか使わないですけど、背取りやってる人にとしてはもうサクッと上限超えるんで、良、はい、かったんじゃないかなと思います。またこの楽天モバイルの方にはあの新しくね、2980円で今度出る楽天の新しくね、2980円で今度出る楽 楽天アンリミテッドも対象に追加されるとで新サービスが今回の楽天光ポイントプラス1倍の仲間にしますよということですね。でまあちょっとあの初心者向けに例えば10万円のお買い物をした時に普通ポイント1倍っていうんだったら1%は1,000円なんですがポイント倍つくと7,000円つきますよとこのプラス何倍のところに楽天光が入ってくるってことですね。 で、他の、この、よく僕らがやってる、この、お買い物マラソンとか、スーパーセールとかで、もう最大、まあ40倍とか、まあ大体32、3倍がマックスぐらい、35倍ぐらいかな。だいたい例えば、スイッチとかを9、3割引きで買えたりとか、あの、いろいろ人気商品を3割から4割引きで買えたりするので、それで、あの、買い取り屋に出して転売するとか、メルカリに出すとか、まあそういうことをやって儲けるという、まあシンプルなプランですね。で、たまったポイントは1ポイント1円相当で使えると。 で楽天サービスは街でもご利用いただけますよということですね。でサービスの特徴としては、えー、もう一つは月額料金。まあ、値段気になりますよね。でこれ月額料金がお得と書いてますけども、これは楽天ブロ,ブロードバンドとフレッツヒカリ。これ実は私自身、ちょっとこの前まで引っ越しするにはなって解約したんですけど、これフレッツヒカリと楽天ブロードバンドそれぞれ別個に入ってて、6000本当にこれぐらいかかってたんですね。いや高いなと思ってたんですよ。しかもなか解約するときにフレッツヒカリ でちょうど解約料1万円ぐららい取られて楽天ブロードバ,バンドで1万円取られてわ最悪だなとか思ったんですけど楽天ひかりにするとそれがの月額4,800円だから1,850円減るっていうのはこのねブロードバンドでやって以外と確かね860円なんですよ。 で、だから、バント代が丸々安くなって、さらにそこから1000円落ちるんで、これは結構安いかなって、そう、使ってた側としては思いますね。スピードはちょっと遅かったんで、ね、どうなのかなと思いますけどね。で初期費用に関しては、光回線初めての人は800円、で他から切り替えの人は1800円かかりますよ。で、工事がある人、マンションとかはまあ、月額何回払いになりますよ、みたいな感じですね。これだったら嫌だな。今度次僕引っ越しするんですけど、これだったらちょっと嫌だな、とか思いますけど、これぐらいだったらまあいいですけどね。 でキャンペーンがあるみたいで楽天光が1年間だけ1,800円だから2,000円ぐらい安くなるんですねこれはちょっとお得かなと思いますけどさらに最大1万9,000楽天ポイントをプレゼントすると詳細に関しては、まあ、新規のお申し込みで1万5,000プラス、まあ、ルーターかもしくは4,000ポイントを上げますよ という感じですね。2月26日から5月12日までですね。開通から12ヶ月間は3,800円から2,000円に落ちますよと。契約解除料9,500円なんで、まあこれはまあどこも一緒ですね。で、さらに、もう楽天モバイルも使ってる人、まあ私たちみたいに SPU も上げちゃってる人は、さらにお得になるみたいで、2,500ポイントゲットできますよと。なので、プラス2,500で2万1,500円と。じゃあこのね、ギガルーターってどうなのかなと思って見てみたんですよ。なんかルーターをもう選択して申し込むみたいに書いてるんですけど、これがね、ついてくるみたいですね。 a ーターム、erm、WG1200 みたいこと書いてるじゃないですか。まあ、やっぱこういう時にやっぱりね、あの、レビュー見て、これいけてんのとか最新なのとかやっぱ気になったんで見てみました。そうすると、これ2015年発売で結構古い機種みたいなんですね。六8 6 7 m b p s 3百0 0の高速通信が可能と。まあだからまあ4000円払ってこれ買うか、あとはもうちょっとお金出して普通に最新機種買うか、それはもう皆さんの好みによるかなと。なんかレビューはあんま良くなかったんで、僕はなんかこれ買わないで自分で買っちゃおうかなと思いますけどね。 で、無料オプションが充実って書いてるんで、どうなのかなと思うと、無料訪問サポート、電話設定サポート、セキュリティ、Wi-Fi ルーターレンタルとかいろいろありますけどね。で、無料メアド、メールボックス、アドマンススパムフィルター、ビーズ。これはまず特に欲しいってものはないんで、これで決める必要ないかなと思います。あとは安心な NTT 回線ってことで、楽天光とフレッツ光、1ト b 1 0 0 0ガ b p s で、まあ、まあこま書いてるんですけど、まあ、ここにも書いてるんですけどね。ベスト f4 型サービスです。で、記載の通信技術,技術企画上の最大値インターネットご利用時の速度はお客様のご利用環境で変わりますよと。とまあ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 そうですよね。で、まあ、こういうのあるみたいですよ。みんなのネット回線速度っていうのがあって、これでだいたい皆さん測定して平均値で出るみたいですね。 で楽天光は一応平均ピンが40.56で下り平均151上り平均130とまあこれが早いか遅いかはちょっと他と比較しないと分からないんでまずニューロ光最も早いと言われているニューロ光は2万2000件測られて320メガ上がりが320だいたい体2倍ぐらい違うですねフレッツ光ねこれ191と145なんでまあちょっとやっぱこれよりフレッツ光ネクストよりも遅くなると au 光は267222なんでこれよりも遅いとドコモ光は191150なんでこれも遅いとなので最一番遅いという感じですねスピード重視の人はあんまおすすめできないなー っていう感じですね。このデータだけ見ると。どうやら今までこの IPv4 っていうのにしか対応してなくて、この IPv6 高速インターネット接続サービスには対応してなかったみたいなんですよ。楽天光は。なので、他のところに負けてるんじゃないかって言われてるんですけど、えっと、2020年の6月にこの次世代通信規格 i p v 6高速インターネット接続サービスを、えー、採用する予定みたいです。例えば通信速度が低下する傾向にある夜間や休日も、より快適にインターネットを利用できる可能性があると。 でなのでまあ私みたいにまあ引っ越しするような人とかあとは今その光回線持ってない人で安くやりたい人はいいんじゃないかなとで今もともとですねの光回線入ってて例えばこの他のやつニューロ光とか au 光とか多分ニューロ光なんて入ってる人なんてスピード受信で入ってると思うんですよねそしたらもうこれに変えた瞬間にもうイライラしてたまんないと思うんですよね なのでまあせいぜいどこもかフレッツ光ネクストの人かなあの変わるならねと思うんですけどもしかしたら本当に新規か。 で、IPv6 のその6月以降のデータ見て、こういうネット検索の方のレビュー見て、上がってんだったらこちらの人も乗り換えてもいいんじゃないのかなと、感想としては思います。まとめると値段は安いと。で、キャンペーンはおだと思いますが、他と比べるとどうなんだろうな。ちょっと他がめんどくさかったのは、なんかその、これを申し込むと何万円キャッシュバック何万円キャッシュバックでって言って、で何月何日までこれやんなきゃいけないですみたいな縛りが結構多くて、私めんどくさかったんで、個人的にはなんかその、キャンペーンが分かりやすいんでいい,い,いんじゃないか なと思いますで SPU のプラス1%って結構大きくて、まあ、月々5,000円もらえる計算になるんで、まあ、そうなってくると例えば4,800円の中で5,000円分キャッシュバックって考えると実質タダになるからまあ私も楽天光は入ろうかなと思ってますね。でスピードは遅めなんでこの IPV 高速インターネットに期待したいなと思います。 なのでまあ疑問点として解決したんで、まあ、4月から入ってみてまた使ってみて感想とかお伝えしようかなと思いますのでよろしくお願いしますそれでは失礼します。